このそば。見られている。ムクつけき男たちの目が私を見ている。おいダクです、少し落ち着け。歩きながらもだえられると目立つだろう。これが落ち着いていられるか。ボードゲームに負けた罰ゲームでこのような。確かにこの寒空の中、露出の高い三体衣装を着て買い出しに行ってこいだなんて、それこそクズマさんくらいしか思いつかない罰ゲームよね。本当ですよ。私とアクアが玄関で出くわさなかったら、本当に一人で行かせるつもりだったのですか？いやだってさ、ダクネスがあんまりにも自信満々に勝利宣言してくるから腹が立ったんだよ。それで負けた方は勝った方の言うことを何でも聞くって罰ゲーム作ったら、カズマが勝ったのですね。カズマにはゲームで連敗する悔しさがわからないのだ。あのゲームはまだオートで流行り出したばかりなのだぞ。初心者のカズマになら今度こそ勝てると思っていたのに。今回は俺が一方的に悪いわけじゃない。そうね、いつもならカズマにシュワシュワ一週間禁止令を出すところだけど、今回はダークネスも自分で地雷を踏んじゃった感じよね。お、ダークネスさん、どうしたんですかその格好。ちょっと胸元がドキドキしますが、可愛いですぜ。な、私はそんないやらしい目で見るのはやめろ。お前、喜んでるだろ。喜んでない。ねえねえ、それよりいい匂いがしない？あの露店からよ。少し見ていきましょう。おじさん、その肉は何ですか？とてもいい匂いです。それに赤いリボンになかなか素敵なセンスを感じます。いらっしゃい。クリスマスの定番、ジャイアントトード肉のローストだよ。あいさつどうだい。クリスマスの定番？カズマの故郷だとクリスマスには七面鳥を食べるんじゃなかったかしら。そうだな、去年クリスマスが広まった時にもそんな定番はなかったような。せいやにはサンマの塩焼き、これが世の中の常識だ。買い逃したら流行に乗り遅れるよ。メリークリスマス。クリスマスは野菜を食べようぜ。それが世界の選択だ。今なら白菜が限定特価98リス。なるほど、クリスマスの定番料理が定着してないことを逆手に取ってるのか。とにかくクリスマスとつけて目立たせようということでしょうか。この時期は何かと書き入れ時ですからね。おや、最近筋トレメニューを見直した筋肉娘ではないか。その格好はなんだ。くっ、いやらしい視線が私の体に注がれて。筋肉娘。ちょっと何しに来たのよ仮面悪魔。聖なる買い物の邪魔なんですけど。相変わらず礼儀知らずであるな、迷惑女神め。誰が迷惑ですって。はいはい、二人ともその辺で。でバニルは何してるんだ？ウィズ魔道具店も今は売り上げアップのチャンスのはずだろ。しかり、クリスマスとやらに便乗すべく視察を行っていたところだが、どうやらその甲斐があったな。おや、もう視察は終わりですか？筋肉娘のおかげでいいことを思いついたのでな。筋肉って言うな。用が済んだらさっさと帰ったらどうですか。聖なる夜が近いのに悪魔のあんたがいたら台無しよ。これはこれは、聖なる祭りに水を差してしまい申し訳ないことをした。我が輩はここで退散するとしよう。失敬。あら、案外素直に応じたわね。もしかしてようやく女神の意向が伝わったのかしら。多分違うと思うぞ。ええ、あれは何か企んでいる顔でしたね。あ、おじさん、このトード肉のローストを4人分お願いします。
らっしゃい。メリークリスマス、ウィズ魔道具店クリスマスフェア始めました。カズマさん、皆さん、メリークリスマス。おお、メリークリスマスってウィズ、その格好。はい、昨年アクア様に作っていただいたサンタの衣装です。クリスマスフェアを盛り上げようと思って今年も着てみたんですよ。確かに服が変わると気分も盛り上がりますね。ですがバニルまでサンタになるとは思いませんでした。ちょっと、その衣装どうやって調達したのよ。私、あんたに仕立ててあげた覚えはないんですけど。その問いの答えは簡単だ。これは我が輩のお手製。意外と手先が器用なバニルさんにかかればお茶の子さいさいである。いつまでも自分だけの専売特許だなどとおごらぬことだ。ねえカズマ、大変よ。女神の怒りが今にも爆発しそうだわ。おや、よもや、この衣装のあまりの出来の良さに嫉妬しているのではあるまいか。そんなわけないでしょ。いいわ、あんたみたいな性悪悪魔、今日という今日は引導を渡してあげる。ゴッドバッ。ねえ、そこまでだ。何するのよカズマ。せっかくあいつに聖なるグーをお見舞いしてやるところだったのに。だから止めたんだろ。お前がここで暴れてみろ。店の商品がダメになって弁償するのは結局俺たちなんだぞ。それがあいつの狙いだってことぐらい俺もいい加減学習したからな。我が輩としては弁償金をいただければ全く何の問題もないが。見える見えるぞ。何時、今月のお小遣いを例の店で使い果たし財布が空っぽであるな。ちょちょちょ、それ以上言うな。でウィズ、その格好はクリスマス商戦に向けての気合ってことか。はい、ウィズ魔道具店、このクリスマス商戦で赤字帳消しを目指します。このスバ、メリークリスマス、ウィズ魔道具店だ。ただいまクーポン付きチラシを配布しておるぞ。魔道具店の全商品、今なら限定価格でお買い求めいただけます。この機会にぜひよろしくお願いします。やあバニル、あれから売り上げはどんな感じだ。ぼちぼちといったところだな。やはり衣装とクーポンだけではまだまだインパクトに欠けるようである。まあクリスマスセールは他の店もやってるしな。うちの商品は素晴らしいものばかりですから売れないはずはないのですが。その自信は一体どこから来るのだ。むしろ何時の買い付けた商品がもう少しまともならば冬空の下の街灯に立つこともなかったもの。そんなこと言わないでください。うちの商品は一つ残らず最高の品ばかりなんですから。今すぐ殺人光線で体に教えてやりたいところだ。今日は多めに見てやろう。衣装が黒焦げになってはもったいないのでな。今さらポンコツ店主に目くじらを立てても仕方あるまい。気を取り直して挽回の策を講じねば。差し当たっては、そうだな。やはり小僧の言う通り、他の店と異なる独自の策を講じる必要があるか。なんだかんだでウィズにも世話になってるし、いいアイデアがないか。あ、なあ、もっと本物っぽいサンタを使うのはどうだ？本物のサンタ？どういうことだ？クリスマスの真の主役はサンタと子供なんだ。子供ですか？それは初耳です。そうなんだよな。そもそもこの街じゃまだサンタってのが何者なのかさえよく知られてないくらいだし、俺の故郷の風習だとサンタってのはトナカイの引くソリに乗ってクリスマスの街にやってくる。それから子供がいる家の煙突から中に入るんだ。
そして寝ている子供のベッドの枕元にプレゼントを置いていく。翌朝起きた子供はプレゼントに大喜び。だから俺の故郷じゃサンタは人気者なんだ。朝起きると目の前にプレゼント、とってもロマンチックな風習ですね。してそのサンタとプレゼントの話がこの店の売り上げを挽回する策とどう結びつくと？実はな、サンタの正体は子供たちの親なんだよ。え？子供を喜ばせるために夜中に親がこっそりとプレゼントを置いてるんだ。それをサンタが運んできたってことにしてる。つまり？つまり？子供のためか。なるほどな。あっしゃらしい！クリスマスには我が子にプレゼント！親御さん方、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい！バニルサンタのおもちゃ販売である！お、バニルのやつ、早速やってるな。まずご紹介するのはこちら、ズバリ謎解きパズル。小さなお子さんのチークにうってつけであるぞ。お一ついかがか？なるほど。サンタがプレゼントを渡すというカズマの故郷の風習を参考にして、プレゼント用の商品を売る作戦にしたわけですね。しかも、販売対象を子供のいる親に絞って、子供を喜ばせたい親心につけ込むという魂胆ですか。おい、魂胆とか人聞きの悪いこと言うなよ。これも立派な商売だろ。他にもおもちゃがよりどりみどり、すべてクリスマスセール特価にて販売中である。しかも購入いただいたプレゼントはこのバニルサンタがクリスマス当日何時らに代わりお子様にお届けすると約束しよう。なるほど。要するに親の代わりにバニルが届けるサンタ代行サービスってわけか。あいつ考えたな。カズマ、なんだか悔しそうですが。くそ、商売に一枚噛んでおけばよかった。あれは多分金になる。そんなことだろうと思いました。おや、早速大人たちが並び始めました。さあ、クリスマスにはぜひ愛するお子さんにサプライズプレゼント。プレゼント用の商品は早い者勝ちであるぞ。このそば。おい、聞いたか？ああ、なんか今年のクリスマスはすげえらしいな。うちのお母さんも言ってた。サンタさんっていう人がプレゼントをくれるんだって。でもいい子にしてないともらえないんだよ。男子は無理かもね。だっていたずらばっかりしてるもん。町の子供たちもサンタの噂で持ちきりですね。ますますカズマが悔しがりそうです。いたいた、めぐみ。何か用ですか？勝負ならしませんよ。違うわよ、今日はそうじゃなくて。姉ちゃん来たよ。米子、驚きました。何かあったのですか？米子ちゃんがどうしてもって言うから大急ぎで一緒に来たの。どうしても？サンタに会いに来た。今年のクリスマス、アクセルの子供たちはサンタさんって人からプレゼントがもらえるって聞いたらしくて。なんと、もうコーマの里まで噂が。いい子にしてたらプレゼントもらえるって聞いた。姉ちゃん、サンタさん私にもプレゼントくれるかな？もちろんです。この姉が保証しますよ。ちなみに何が欲しいのですか？でっかい骨付き肉。ぶれないね。というわけで、我が名はサンタ。赤き衣を身にまといプレゼントを配るもの。配るもの。急にどうした？いや、これには複雑な事情がありまして。別に複雑でも何でもないでしょ。単に米子ちゃんの急なお願いを断れなかっただけで。なんとなく事情は察した。
メグミンは妹思いだからな。でもどうしてユンユンまで？そう、それはその、友達だったら協力してくれますよねと尋ねたら快諾してくれました。お前それユンユンに断られない自信あったろ。んで、聞くまでもないと思うけど、その衣装は？ええ、もちろん私の宛製よ。あっという間に作ってくれました。さすがアクアです。いや本当、アクアはそろそろその道で食っていくことを本格的に検討すべきかと思うんですがね。なるほど、確かに圧倒的な完成度だ。小手先女神の実力認めぬわけにはいかぬようだな。うわ、びっくりした。ちょっとどうして？悪魔除けの結界を張っておいたのに。あの程度の結界で我が輩を足止めできると本気で思っているのか？肩腹痛いわ。上等じゃないの。表に出なさいな、この難癖悪魔。望むところと言いたいところだが、続きは後日に願おうか。今はそれどころではないのでな。して、頭がおかしい方のコウマの娘よ。妹のためにサンタ役をやるのであろう。その通りですが、なぜそれを。というか、今この私を頭のおかしい呼ばわりしましたか？先刻何時の妹から直接聞いたまで。そこで提案をしに来たのだ。同じ目的を持つ者同士、手を組まんか？クリスマスに向けて、か？一体どういうことだよ。先日、何時は言っていただろう。サンタはトナカイの引くそりに乗ってやってくる、とな。ああ、確かに言ったけど。ゆえに、これからトナカイを捕まえに行こうと思ってな。トナカイを？確かに、せっかくサンタ役を演じるなら、完璧を目指したいという気持ちはわかりますが。リザレクション何回で足りるかしら。あ、おいおい、なんか物騒だな。でもたかがトナカイだろ？わざわざ協力しなくても簡単に。何を言っている？わかっているのかカズマ、あのトナカイだぞ。はあ、想像するだけで足が震えてきました。ああ、なんか理解したわ。またそっちのパターンかよ！このスバ。カズマ、その様子だとどうやらトナカイを知らないようですね。そうだね。続けて。トナカイは冬に現れる獣系モンスターの頂点に君臨するとも言われる、とても危険なモンスターです。うん、察してた。続けて。一番の武器は角です。アダマンタイトの鎧すらたやすく切り裂くと言われています。この服を塵紙のように破られてしまうというのか。ああ、その時が来るのが今から待ち遠しい。意義あり。なんだか仮面悪魔の提案を受ける流れになってるっぽいけど、意義ありよ。クリスマスにサンタさんを演じたいってだけの理由で、あのトナカイに挑むなんて、仕事と報酬が見合ってないと思うの。話を聞く限り、相当危険そうだし、今回ばかりはアクアの言うことにも一理あるな。いいえ、やります。米っ子のためにトナカイを捕まえるのです。カズマの故郷ではトナカイに乗ったサンタこそが本物なのでしょ。我が妹が初めて目にするサンタを偽物にするわけにはいきません。いや、本物とか偽物とかじゃなく危険が。心配には及びません。今回はバニラもついてきてくれますから。そうですよね。もちの論である。魔王より強いかもしれないバニルさんがついているのだ。大船に乗ったつもりでいるがいい。メグミンはいつも以上の気合だな。妹にいいところを見せたいってことだろうな。ついでに、ユンユンも友達のために一肌脱ぐと言っていますしね。ちょっとメグミン、ついでって何よ。今、友達って言った？言ったわよね？さあどうでしょうか。言った。ねえ、もう一回言って。いやです。ねえ、言ったら。もう仕方がないわね。一人で留守番なんてつまらないし、行くわよ私も。
いや、来なくていいぞ。少し寒いが、それもよし。サンタが寒いなんて言ってはダメだからな。子供たちのためだ。見てください、カズマ、あそこにほら、雪星の群れが。バカ、指さすんじゃありません。寄ってきたらどうする。カズマさん、雪星のことを怖がりすぎじゃないかしら。手を出さなければ無害なのに。カズマは一度奴らの呼んだ冬将軍にやられたことがあってな。その時のトラウマが残っているのだろう。あんなところに冬将軍。あー、ごめんなさいごめんなさい、勘弁してください。土下座ならいくらでもしますから。おっと、失礼、見間違いだったようだ。お前、絶対わざとだろ。悪感情、ごちそうさまである。もう、いや、寒い上に小アルカメは小アルだし、お家帰ってシュワシュワ飲んでポカポカしたい。まあそう言うな、アクア。一度乗りかかった船だ。最後までやり遂げよう。なあ、実際どこまで登ればいいんだ？標高の高い雪山にのみ生息するとか曖昧だし。それに冬の獣系モンスターの頂点とまで呼ばれるほどの強敵なんでしょ。捕まえたところで本当にソリを引かせることなんてできるのかしら。すごく凶暴だって話だし、ちゃんと言うことを聞いてくれるのかしら。案ずるな、その点は問題ない。あまり知られてはいないが、トナカイには特殊な性質があってな、一度自分を任した相手には絶対に逆らわないらしいのだ。必然こちらが実力の差を証明しさえすれば、奴らはおのずと絶対服従の態度を示すというわけだ。絶対服従。今お前興奮したろ。してない。火薬処分。もう限界よ、少し休みましょうよ。そうだな、吹雪で視界も悪いし、止むのを待つのが賢明か。仕方あるまい。トナカイは確かに凶暴だが、人的被害はほとんど出ていない。つまりはそういうことだ。要するに滅多にお目にかかれないレアモンスターってわけか。カズマさんの幸運値をもってしても遭遇できないなんて、相当珍しいモンスターなんですね。逆にカズマの幸運値が高いせいで凶悪なトナカイに遭遇せずに済んでいるという可能性もあるのでは。つまりカズマのせいでトナカイに会えないってこと？俺が悪いみたいに言うのやめてほしいんですけど。なんだ、貴様らまだまだ元気ではないか。その調子であれば休まずとも良いのではないか。すみません、休憩させてください。皆さん、実はこんなこともあろうかと、これを用意しておきました。おお、重そうな荷物を背負っていると思ってたんだよ。中身はお弁当だったのか。しかもみんなの分まで。貢ぎ物とは用意周到ですね。そんなんじゃないから、たまたま残り物があったから持ってきただけよ。何にしてもありがたい、喜んでいただこう。なんだつまらん、すっかり休息の姿勢か。みなバニルさんの足元にも及ばん軟弱者ばかりというわけか。ちょっと聞き捨てならないわね。おやくわ、今日何回目のやりとりだ。いい加減絡むのはやめと。謝って、私を軟弱者って言ったこと今すぐ謝って。だが事実であろう。疲れたなら捜索は我が輩に任せて、どうぞゆっくり休んでいてくれ。はあ、軟弱な女神もいたものだ。はあ、私だって本当はまだまだ力があり余ってますから。ついさっきまでもう嫌だの疲れただの言ってたくせに、とんだ見えっ張りだな。うるさいわね、女神には絶対に引き下がれない局面があるのよ。おい、アクア、一体どこへ行くつもりだ。決まってるでしょ、その昭和の悪魔よりも先にトナカイを見つけ出すの。
面白い。その挑戦受けて立とう。本当に行っちゃった。大丈夫なんでしょうか。ほっとけほっとけ。寒さで頭が冷えたら帰ってくるだろう。さ、俺たちはあったかいお茶でも飲もうぜ。あー、しみる。帰ってきませんね。探しに行った方がいいんじゃないかしら。いや、このタイミングで行けばお互いに見失う可能性も。静かに。何か聞こえないか。地鳴り？だんだん揺れが強くなってるわ。いやー、この声、アクア？カズマ見ろ、アクアの後ろ。なんだあのでかいのは。しかも雪煙まで立って。もしかしてトナカイの群れです。アクアさん、本当にトナカイを見つけたのね。いやいや、それはいいんだけど、群れはないだろう。くそ、あいつの幸運値の低さを甘く見てた。めちゃくちゃ怒ってる。おい、あそこを見ろ。怖すぎんだろ。本当にトナカイかよ。あんなのに踏みつけられたら、私はどうなってしまうのだろうか。潰れてしまうであろうな。バニル、いいところに。群れは予想外だ。どうする、逃げるか。少子、なんちゃって女神が縄張りに侵入したせいで大層ご立腹のようだ。怒りに我を忘れたモンスターは動きを読みやすいからな。実力を示し、我が輩が有利だと思い知らせば、奴らトナカイを手なずけることもできるだろう。助けて、カズマじゃーん。お前ら、トナカイを迎え撃つぞ。クルシュバ。なんとか倒せたわね。トナカイか、強敵だったな。まさかここまで何度も足蹴にされるとは。夢のような時間だった。ふっは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 。見たか、我が爆裂魔法の力。あ、カズマ、雪が冷たいので早く起こしてください。あ、いいよ。お、こいつ急にお腹見せてきて。服従のポーズだ。トナカイは自分よりも強いと認めた相手にそうやって腹を見せ、意を示す。なんだかトナカイってより犬みたいね。この状態になればこちらの言うことを聞くんですか。うん、試しに命じてみるがよい。じゃあお座り。どうも。おー、本当に言うことを聞きました。さて、目的は達成した。今から戻れば明日の朝には町に帰り着くだろう。待て待て、お前は悪魔だから疲れとか感じないのかもしれないが、俺たちはさすがに休まないと限界だ。安心しろ、これを見るがいい。これはソリか。いつの間に用意を。うん、近場の木を切り倒してな。これなら山のふもとまでは楽勝である。トナカイにソリ、まるで本物のサンタのようですね。手綱をこのトナカイにくくりつけて。準備万端、さあ乗り込むがよい。本物のサンタみたいじゃないか。すっげえ。ほうほう。
ほー、カズマサンタだよ。どうどうどう、この子はなかなかの体力ね。ここまで休みなしで走り通しだったじゃない。ああ、おかげでクリスマスの夜に間に合ったな。それにしてもここってエイリカがたまに来て世話してる子供たちがいる施設だよな。なんでここに？愚問だな。クリスマスの主役は子供だと言ったのは何時であろう。アクセルの子供たちよ、メリークリスマス。うわー、サンタさんだ。喜べ、今日はこのバニルサンタが特別にプレゼントをやろう。どれでも好きなものを持っていくがいい。おお、すげえ、バニルサンタなんて太っ腹なんだ。ありがとうございます、仮面のサンタさん。バニルさん、もしかして最初からこのつもりで？先日のおもちゃセールが思わぬ売り上げを生んだのでな。親がいない子供のところにもサンタはやってくる。そうでなくては不公平であろう。ちょっとおかしいわ、あなた悪魔でしょ、こんなことするなんておかしいわ。人の行為にケチつけんなよ。お前もちっとは見習え、女神様。うん、絶対怪しいのに。姉ちゃん、おかえり。おお、米子、ただいま戻りました。これは私からのプレゼントです。どうぞ受け取ってください。肉だ、姉ちゃんはサンタだったんだね。メリーエクスプロージョン。ほう、米子、メリーエクスプロージョン。さあ、このトナカイのソリに乗りたいものはいるか。早い者勝ちだろうぞ。乗りたい乗りたい、はい。武田家式角をお持ちし魔獣よ、いざ行け。よし、みんなでクリスマスパレードだ。メリークリスマス。このそば、シャイヘラシャイ、さあ買っていくがいい。クリスマスの特別セールの開催だ。へっしゃい、この特別な日に魔道具店でのお買い物はいかがかな。聖夜の浮かれた気分につけ込めば赤字脱却も夢ではないな。子供たちのためにこのバニルサンタが一肌脱ごうではないか。まったく、あのポンコツ店主はクリスマスだからと余計な商品を仕入れおって。あの浮かれ女神よりも先にトナカイを我が配下にせねばな。安心するがよい、バニルさんがいれば凶暴なトナカイといえど怖くはないぞ。